は病院の今井と言います。所長さん、ご丁寧なご紹介ありがとうございました。私はですね、今から20年以上にわたって、在宅の人工呼吸療法をどうやって病院で支援したらいいのかっていうことをやってまいりましたが、今日はそのうちの一部を話をして皆さんと、ディスカッションできればというふうに思います。私が今日お話をするように言われたのはですね、医療依存度の高い在宅難病療養者を支援する際の視点ということで、お話をするよということで、実はテーマを与えられてますが、私はですね、今考えているのはやはり患者さんがいかに自立をするのかっていうことが重要だろうという点で、その患者さんの自立を促すために、周りがどういうチーム医療をできるかなっていうことをチャレンジをしています。今からですね、20年以上前に在宅の人工呼吸療養をやっていた方のビデオがありますので、それをちょっと見てもらおうと思いますが、朝6時にですね、実は奥さんが奥さんがですね、介護されてるんですが、朝6時に起きられてですね、実は介護されている奥さんです。この時点でですね、今から20年以上前にこのビデオを撮ってますが、このビデオを撮った目的は、介護者が丸1日24時間それこそどんなケアをご主人の患者さんにですねしているのかっていうことをずっと介護者に焦点を当ててビデオを撮ってます。その調査に協力していただいたということです。そして朝起きられてからですね、熱を測り、尿量がいくつだとかっていう記録をなさってる。それから、当時は20数年前ですから、当然な訪問看護ステーションであるとかヘルパーさんであるとかそういうことが一切、そういうサービスがありません。それで、使うガーゼもですね、自分で、用意されているわけですね。それで今何をしているかというと、仙骨部にちょっと表皮剥離ができかかっている、そういう処置をなさっているシーンでございます。この時点でですね、ALS の患者さんのご主人は10年間在宅療養なさっていたわけです。この時点でだから今から30年以上前から、在宅人工呼吸療養を始められて、奥さんは10年間、この時点でケアをずっとされてた。そして当初60歳だった奥さんは70歳になり、ご主人は68歳だった、発病した当時68歳だったご主人はこの時点で78歳です。そしてこちらにあるのが人工呼吸器です。これですね、当時はですね、人工呼吸器も貸し出すっていう制度がありませんでしたので、自宅に帰るイコール、自分で購入して買っていただくと、1台150万だったんです。それで5年間使うと、だいたいオーバーホールが困難になるということで、これは丸2代目の、10年目に入ったところぐらいの人工呼吸器なわけです。だから人工呼吸器のお金で300万かかったわけですね。それからベッドも、実は今のような介護保険がありませんので貸し出しが困難です。それで電動ベッドではありません。手でくるくる回してギャッジアップをするというベッドで、これも
わずかな補助がありましたが、12万円ほど自己負担がかかっています。それから今少しずつ少しずつですね、反対側に体位交換を、されているような状態ですね。手足に、ね、動くところが本当にほとんどありませんので、奥さんが少しずつ少しずつ体位交換をして反対側のですね、に向けて、先ほどとは反対側のタッピングを行っている、それで排卵を促しているというシーンでございます。それで医療用消耗品もですね、実はディスポ製品ではありません。ガラス筒で、の注射器であるとかいろんなものをですね、煮沸消毒をされているわけです。それから、ご主人はですね、経管併用、当時、胃ろうからっていう胃ろうの手術ってまだやってませんでしたので、警備経管併用ですが、少しでも味わわせてあげたいということで、リンゴをですね、実は吸って絞ってとシーンです。そしてギャジアップをしてですね、ご主人ちょっと口のところ動いてるのをお分かりいただけますでしょうか。リンゴを吸ったのをちょっと入れてもらって、もももというふうに口のところを動かしてると。今リンゴを入れたわけですね、リンゴジュースを。そして口をもももと動かしてると。それでもかなり誤嚥してしまうものですから、その誤嚥しないように、口の中には入れ、しばらく経つとですね、吸引器で誤嚥してしないように吸引器で吸うという動作を繰り返しながら、少しずつ少しずつリンゴジュースを楽しんでもらっているというシーンです。そして今ですね、何をされたかというと、本人が何か訴えたいことがあったようで、本当にわずかに動くか動かないかっていう指でですね、奥さんの手のひらのところに何か書かれたようなんですね。ちょっと他の人は読み取れません。奥さんと本人とのコミュニケーションということです。それから朝、ボンボンベッドを、実は畳むシーンがありましたが、奥さんはですね、実は6時間ぐらい夜寝るっておっしゃってるんですが、夜中にご本人が何か呼びたい場合にどうするのかっていうことを聞いたら、ご本人の指とですね、奥さんの小指と細い糸で結んで寝るそうです。そしてちょっとでも引っ張られると、奥さんが気がついて起きるというようなことをされている。だからナースコールの代わりにそういうふうにやってらっしゃったんですね。今これリハビリやってるんですが、関節の可動域の訓練をですね、ずっと全部一人でやってらっしゃるんです。これ、皆さん PT の方、OT の方いらっしゃるかもしれませんが、ご覧になるとこんな乱暴なことしてるというふうに思われるかと思いますが、当時全くそういう指導もなかったものですから、自己流で全部やってらっしゃったわけですね。それでですね、この状態を24時間どういうケアをされているのかということを、そのビデオを振り返ってですね、分析をしたわけです。この直接介護っていうのは、患者本人が直接ケアを受けている。間接介護っていうのは何かと言いますと、例えば朝起きられた時に記録をしてました、ガーゼを切ってましたとかっていう、本人に関係するんだけども直接ではない、そういう間接的な、ケアのことを間接介護というふうに分類しています。それで14時間30分っていう時間が、何らかの介護をされているだろうというふうに振り返ったわけですが、結局ですね、自分の食事しながらもご主人のことを
注意しながら、見てるということで、本当にですね、どこからどこまでがケアなのかっていうことは非常に実は難しいんですが、最終的に、まあ、14時間半以上はやってらっしゃるっていうふうに判断をしたということであります。それで私このビデオを実は振り返ってみてですね、思ったのは、この会社さんはですね、最後に実はこの調査が終わった時に私に何て言われたかと言いますと、感謝、感謝、ただ感謝っていう患者さんがご本人、患者さんご本人が言われるんです。それでも最後に言われたことがまた衝撃的で、それでも自分は死にたいんだというふうに言われたんですね。奥さんはそれをいつもこんなこと言うんですよって言いながらですね、笑ってらっしゃいましたけれども、やはり、他の人が取って代わるっていうことがほとんどできない状態のケアをされてるわけですね。私はそれから本人がコミュニケーションを取ろうと思っても他の人とは取れません。だから奥さんも他の人に任せるつもりも全然ないですし、また他の人も取って代われない状況にあるというケアの提供だったわけです。まあしかし、私たちが今後やはり目指していくのは、方向性としてはこういうケアの提供の仕方ではないんではないかと。まあ24時間、まあ、家族が、一生懸命見てくださるのは本当に本人も嬉しいでしょうけれども、独居の患者さんも、いらっしゃるわけで、家族がいない人をどうするのかという問題も今後ますます増えてくる。そういう中で我々が今後目指していく方向性としては、24時間、ヘルパーさんとかボランティアさんの支援を受けて、独居もできるような生活をしていくということが今後の方向性ではないかなっていうふうに私は思ってます。それで実際にそういう患者さんが私どもの病院からですね、実は、出てます。ちょっと簡単にご紹介しますが、まず左の下肢の筋力低下で発症して、その1年半後にですね ALS の確定診断を受けてます。そしてさらに1年して人工呼吸器を装着されたんですが、いろいろと将来どうするのかということを悩みながら人工呼吸器を装着されました。ご家族は年頃のそれこそ、20代の娘さんが2人いらっしゃって、自分のケアをさせることでですね、娘のそれこそ生活を、今後の生活を奪いたくないっていうことがご本人が非常に考えてらっしゃる、ことであります。それで我々が、私がですね、実は確定診断したんですが、この期間に私が宮城病院に転勤したんで、実は、前の病院から宮城病院に、ここで転院していただいたというのはそういうことであります。私の病院に、移っていただいたということです。そして、最終的に平成18年12月に退院をされてから、ずっと一度も入院されてません。その患者さんちょっとご紹介します。次のスライド、実は本人はですね、やはりいろんなことを考えるわけで、朝我々の病院では本人が朝何時に起きて誰にどういうことを頼んで何をしてもらいたいのかっていう日課表を自分自身が作れるように支援しています。周りの人が、こうだろうああだろうっていうことをやってあげるっていうことではなくて、本人自らが自分はこういうケアを受けたいんだけれど、その時に誰に頼んだらいいのかっていうことまでも考えてもらうようにしています。この方は、これは本人が作ったものですが、朝6時半に、起床して、まあ、吸引をし、して、いろんなことをやってもらうんですが、その時はまだ長女、同居してた長女、次女に、ケアをしてもらう。
そして長女が出勤した後は10時に、訪問看護師さんとかヘルパーさんがいらっしゃった時に何をしてほしいかっていうことを箇条書きに書いてます。そして訪問入浴の日はどうするのか、それから、まあ、毎日排泄台の排泄を処理するのではなくて浣腸を使いながら便の処理をどうするかっていうことも含めて本人が1週間どうやって、そのどういう時間帯に誰に来てほしいのかっていうことを本人が考えてそれをケアマネージャーと相談する。あくまでもそのケアマネージャーさんが全部組み立ててこうやってやりましょうっていうことを話をしていくんではなくて、まず本人が考えたものをその原案をケアマネージャーと相談しながら、やってもらうっていうスタンスであります。それで、我々のところにですね、実際に、来られた患者さんはその退院する前に病院でケアのカンファレンスを、最近皆さんのところでもやられると思いますが、我々のところに来られた患者さんには必ず本人がカンファレンスが始まる前にメッセージを作ってもらうようにしているわけです。ちょっと読んでみます。これは本人が集まってくれた人たちに作ってくれたメッセージであります。本日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。家に帰るのは半年ぶりです。とても楽しみにしております。この3ヶ月間先生に数々の課題を出され、その都度調べたりわからないところはケアマネに相談したりして課題を提出しておりました。先生はその都度厳しいコメントを残して立ち去っていくだけで決してこれという回答はしてくださいませんでした。しかしながらこの作業を根気強く繰り返していくうちに今まで漠然としか分かっていなかったことやこれからしなければならないことが見えてくるようになりましたというふうに書いてるんですね。我々がですねやることは本人が解決する能力、自己解決能力を高めるための支援であり、こうしましょうああしましょうっていうことをどん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 周りが考えてあげて提案することでは決してありません。本人の自己解決能力を高めていく、そのためにはやはりこういうことの考慮が足りない、こういうことも問題として出てくるっていうことはコメントとして出しながらもそれを解決していくのは本人が解決していくんだっていう姿勢であります。だからそれは本人がやるのをここはですね我々は見守りながら待つ姿勢が重要であります。先生は自分で動き出さないと何事も始まらない、精神的にも自立して生きていきなさいということを知った激励しながら教えてくださったのだと思いますというふうに実は挨拶で本人が述べてます。次お願いします。まあそれでですねこのカンファレンスが終わった後2週間ぐらい退院していただいたわけです。そして問題点がいろいろ出てきます。初回退院後の経過は、そしたらその問題点を解決するために2回目の入院を実は6月の下旬から8月の上旬までしていただきました。この問題点は本人がきちっとどういう問題点があったっていうことを認識して、そしてその問題点解決のために本人がどれぐらい入院したいかっていうことも考えて、それを本人の提案を受けた形で2回目の入院をですね実はサポートしています。そして8月4日に、今度2度目の退院をしてるんですが、約2ヶ月間今度はいました。それでもやはり問題点が、あるということで、今度は3回目の入院を10月2日から12月25日の約2ヶ月半ぐらい入院をしていただいて、本人はいろんな問題点をここのところで最終的に解決をしたわけであります。こういうふうに入退院を繰り返しながら在宅療養の問題点を少しずつ
自ら解決していく姿勢が重要なんです。そして、現在、それから先ほど言いましたようにずっと在宅療養を継続しているわけであります。次のスライドお願いします。まあ、そしてその12月にの下旬に退院されてからですね、本人が、実は、新聞投稿を翌年の3月にされています。 A レスト歩む私に力を貸して、ちょっと読んでみましょう。私は家族に介護負担をかけずに生きていかいけないものかと模索している ALS 患者です。寝たきりで人工呼吸器をつけており24時間介護が必要です。ヘルパー2級の資格をお持ちで就労なさっていない方、あるいは看護学生でボランティアをしてみたい方、私をサポートしてくださいませんか。 ALS をご存知でしょうか。筋肉が衰えて全身が麻痺し、体を動かすこと、口から食すること、話すことが叶いません。ついには呼吸もできなくなり命が途絶えてしまう難病です。原因不明で治療法もありません。ですからこの病気では延命か尊厳死、生きるか死ぬかを問われます。栄養剤を摂取する胃ろう、気管切開、人工呼吸器装着が生きるための必要条件です。生きながらえても、病は進行し家族に大きな介護負担がかかるので死を選ぶ人は7割を超えます。延命しても家族負担が軽減できる制度があればこの数値は大きく変わってくるはずです。私は最後まで命を灯してみようと生きる決断をしました。まあ、年頃の娘が2人います。娘たちの将来を介護で犠牲にするのは母としてこんなに辛いことはありません。訪問看護師さんやヘルパーさんに入ってもらっていますが、どうしても人数が足りません。力をお貸しくださる方を募っていますっていうふうな新聞投稿があります。この投稿を受けてですね、実は、約10人の、方が集まってもらったと。それで家族のケアなしにですね、実は、本人が生活できるようになったというような、実は、シーンが今度は夕刊ですがトップ記事にですね、実は、出たと、地方紙ですが、そういう、こちらがそういう、記事であります。次のスライド。まあそれでお分かりいただけるようにですね、本人が介護者の育成をする、そしていろんな質問や不安にも本人がパソコンを通じて答える、それから吸引や安否、胃ろうや呼吸器の説明もある程度本人が周りに対してできるようになり、あくまでも本人がやっていくのを周囲の訪問看護ステーションや専門職は本人がやっていくのを手伝うということであります。スタンスは、それから医師伝達装置や介護の体験などのそういういろんな、話をしながら、ボランティアに来てくださる方、ヘルパーさんに来てくださる方、学生ボランティアなどのその不安感を少しでも、小さくして、多くの人を入れるような努力を本人がするということであります。周りの人がですね、一生懸命ヘルパーさんやボランティアを集めるのでは決してありません。そして、はい、こういう言い方はですね、実はオートノミーっていうふうな概念に基づいた生き方だというふうに思います。ジョセフ・ラッツっていう人がですね、実は自分の著書で、自立した人は自分自身の人生の著者であるっていうふうに実は書いてるんですね。まさに、先ほど、紹介した患者さんなどは自分の人生を、切り開いている、っていうふうな生き方ではないかなっていうふうに思っているわけであります。それで私が考える自立っていうのはですね、どういうことかということですが、まず身体的には全介助であっても地域社会の中で患者本人が役割と生きがいを持ち主体的に生活するっていうことが原則であります。そして患者の要求を全て叶えようとしてですね、介護破綻をきたすっていうこともしばしばあろうかと思いますが、介護破綻をきたすことなく
患者も支援者も笑顔で継続できる療養環境が必要です。そのためには患者本人が時には自分の希望と折り合いをつけ、ケア体制を自ら構築する力をつける必要があります。この時には自分の希望と折り合いをつけっていうことが非常に重要です。そしてケア体制も自ら構築していくということです。ただ要求だけ、患者さんがこう言ってるっていうことを要求だけ、受けてですね、それを実現するように周りがパタ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 動き回るっていうのは、私は非常にプアな体制だろうというふうに思っています。そうではなくて、できることできないことをきちっと患者と同じ視線の高さで立ち、そして、きちっとできることはできるし、できないことはノーだということが周りも必要で、その支援者も必要で、ノーであるっていうからやらないっていうことではなくて、ノーをどうやって解決するのかっていうことを患者と共に一緒に考えていく姿勢が重要です。ただ患者の要求をそのまま受け入れていこうと、サービス提供だっていう考え方では決してないんじゃないかなというふうに思っているっていうことであります。次のスライド。しかしですね、まあこのようにできる人が全員ができるようになるわけではありません。それで、まあそれでもある程度は皆さんできるようになるわけです。まあ普通の人はこれぐらいにできるよっていうことをご提示したいと思います。55歳の女性をご紹介しますが、平成13年秋に左上肢の筋力低下で発症し、これはですね、退院で ALS と診断されています。その後約2年以上経ってから言葉の呂律が悪くなり、呼吸も徐々に悪くなり、発病してから3年半後に気管切開、胃ろう造設ということを行っていらっしゃいました。そして次第に呼吸困難が増悪して、家族の介護負担も増えつつあります。それでこの時点で訪問看護ステーションであるとかヘルパーさんも多くの人たちが入ってるんですが、何が問題かというと、だんだん呼吸困難も強くなってくる、本人の状態が悪いのに、人工呼吸器をつけるのかつけないのかっていうことがはっきりしない。このまま黙ってるともう間もなく亡くなりそうということで、周りが非常に心配しているということで、私どもの、ね、病院に実は、来られた時には、そういうような心配を周りが してるんだけれどもっていうことで、担当の、保健所から連絡があり、今当院を紹介され家族が受診しています。そして翌年1月11日に当院に、入院していただきました。それで入院時はですね、まさにもう呼吸がアップアップの状態で、もう呼吸不全の兆候が出てます。酸素が足りない。そして、呼吸状態は極めて不良でですね、動脈血酸素濃度も非常に低下して、これ通常では、まあ、90以上あるんですが、まあ、少なくとも85以上あるんですが、76というのは、だいぶ低下しています。それから四肢筋力低下、筋萎縮は高度です。そして ADR は全開、そして動脈血の酸素濃度は、酸素はもう40、通常だと90以上っていうのは、まあ、半分以下、それから40ぐらいである二酸化炭素濃度がですね、63ということで、この時点でもう酸素と二酸化炭素が逆転している CO2 ナルコーシスと呼ばれる、医療的な、病態であって、非常に予後が悪いというか、もう人工呼吸器つけないとあっという間になくなってしまう、1日2日でなくなってしまう状態です。それで、ね、まあ本人にですね、判断能力がないだろうということで、家族に、実はどうするのって言って聞きました。そうすると、まあ、ご主人ですけれども、何とも言えない、言われないんですね、困ってて。
困っててどうしたらいいだろうっていうことを困ってて返事がないわけです。それでも見とる決心もないっていうことは明らかだったので、人工呼吸器を装着をしました。まあ、ここは判断分かれるということになります。もしかしたらこのまま見とった方が良かったというふうなことが思ってらっしゃる医療関係者もいらっしゃるかと思います。次のスライド。それでですね、本人が少し元気になってから1月11日ですから、1週間経ちました。本人がその意思伝達装置を使って、自分の意見を言ってきたわけですが、私がですね、本人に実はあなたは人工呼吸器を装着して生きていくためのパワーがまだまだ足りないねっていうようなことを実は言った時に、本人がそれに対して反論してきたわけであります。先生、お父さんから、まあ、ご主人からですね、私のことを一方的に聞いて判断してもらっては困るよ。もうお父さんから聞いたわけではないんですけれども、まあ本人はそう思ったということでしょう。私のことも聞いてほしい。この病気になる前は朝から夜中まで野菜と共に生きてきた。まあ本当に朝から晩まで自分は農業を働くとして働いてきた。私は一日の出荷終わり、午後に取った野菜を詰めて農協の保冷庫に入れに行きました。夜中に入れに行くのは辛かったっていう、自分の、まあ病気になる前の苦労のことをちょっとずっと話しています。ここまで体を我慢したのは、お父さんからあんたは二の次だよと言われたから考えてた。要するに子供たちがいらっしゃるわけで、その子供たちのことが第一で、お前は二の次だよって言われたから人工呼吸器をつけることができ言い出せなかったっていうことを本人は言ってるわけであります。次のスライド。それで私はですね、その本人がそういうふうな気持ちで言ってるのは分かってるわけですが、まあそれでも自分はこうやって生きてこう生きたいんだっていうことを言い出さないっていうのは、生きるパワーが根本的に足りないんだっていうことを本人に話しているわけであります。それで、さらに2週間経った時点で、先生、人の意見も聞かないとダメなこともあるよ。自分のことだけ考えるなら簡単に答えられる。家族の生活を見ていればこれ以上甘えていいのか迷わずやりなさい。要するに自分が人工呼吸器つけて生きていきたいんだっていうことを言えなかった自分のことをの信条を吐露しているわけであります。自分は娘たちのこと、そして義理の母のことなど、いろんなことを考えてなかなか言い出せない自分がいたということの信条を吐露であります。家族に負担をかけることへの自責っていうことが、まあ、痛みとしてあるんではないかなっていうことを、私と、病棟のナース、それからソーシャルワーカーなどとディスカッションしたときに、挙げています。次のスライド。それで、まあそういうように、な経過がありながらも、そろそろ退院をしたいというふうに本人が言ってきたわけです。そして退院に向けての計画、私のスタッフに聞いてみたということを言っています。焦るからと返事でした。要するにカンファレンスをしてほしいということを言っているわけです。日時、今月20日の週にしたいと。1週間ちょっと 来週の、何曜日ぐらいにやりたいと。その内容は呼吸器の使い方について学ぶ。ここから自宅への帰りをどうするか、自宅に帰ってからの過ごし方について学ぶ。先生が詳しく説明してもらうっていう、これ本人が書いてきたそのまんま書いてるわけであります。次のスライド。私はですね、この私のスタッフっていう言葉はすごく気になりました。ナースはですね、病棟のナースは実は気になった人と気にならない人がいたっていうことで、気にならない人もある程度の数いるので、逆に私はちょっとびっくりしたんですが、今度はですね、さらに、1週間近く経って、4、5日経ってから、私のスタッフに聞いたら、そちらの都合に合わせるからと返事だった。スタッフっていうのは誰のことを言ってるか、県の保健所の保健師さん、ヘルパーさん、ヘルパーステーションのヘルパーさん、それから訪問看護師さん、
のことをスタッフって言ってるわけです。に来てもらい、3月初めの週に説明会をしたい。先生の都合はどうですか、教えてください。呼吸器について詳しく指導してもらう。緊急時の対応の仕方、どうのこうのっていう、安否の使い方。今回は、2点について詳しく説明してほしいっていうことを言ってるっていうことです。次のスライド。まあそれで、さらに、1週間経った時に、先生、この間ですね、私とナースとかソーシャルワーカーは激しいディスカッションを実は、本人の前ではしませんが、してます。そしてこの前予定を書いて渡しましたが、先生の予定がわからないと連絡できません。3月初めの週の予定を教えてください。そして3月1日になりました。今まで出してきた予定表に対して何も返事がないのはどうしてですか。先生が忙しいのはわかります。でも私の責任があります。スタッフに連絡できません。ここら辺はですね、なんとかナースが自分たちで病棟師匠を中心にですね、その本人に気づきをさせますから、私が直接話すのを待ってくださいっていうふうな、そういうスタッフと、それこそ病棟スタッフとのディスカッションをしている最中であります。呼吸器のことも説明をしいと頼んだ道なんかはどうしてですか。私に納得するように話してください。お願いしますっていうふうに言ってるわけです。これはですね、どうして、知らん顔っていうか、会心に行っても全然そのことをコメントしないかっていうことですが、私のスタッフっていうふうに本人が、考えている以上、私はですね、地域社会の中でその人がうまくいって、生きていけるっていうことは全く考えてないっていうことです。次のスライド。ここはアクティブウェイティングっていう言葉をあえて使いますが、見守りながら待つということで徹してました。次のスライド。そしてまあそれでもその3月の1日の文章が出て、私が根本的にどう考えているというかということをあえて時間を取ってですね、本人に言いました。私は少なくとも私のスタッフっていう限りはですね、自分が収入を得てその人たちがの生活が成り立つように自分が給料を払って雇ってる人っていうことだったら私のスタッフって言ってもいいでしょう。そのね、県の保健所の保健師さん、ヘルパーのステーションの人たち、それから訪問看護ステーション、皆さん別それぞれ別の組織の人たちのわけで、私のスタッフっていうのはそれはないんじゃないの。そんな社会的なこともわかんない幼稚園生みたいなことを言ってるようでは話にならない。人工呼吸器を装着して地域社会で生きていけるとはとっても思えないっていうことを厳しく言いました。まああくまでもですね、これを言った後、それこそ病棟のスタッフであるとか、ケアセンターのスタッフがそのメンタルサポートに入るのは当然であります。まあそれでも、そこのところを理解しないと根本的に間違ってるんじゃないのっていうことを厳しく指摘したということであります。次のスライド。まあそれからそのスライ指摘があって、3月1日に指摘をして、3月3日いろんな自分の解雇をしながら、今回は今井先生に命を救ってもらい感謝しています。ここに来た時は呼吸もひどく虫の息だった。すぐ呼吸器をつけてもらい助かりました。これからは自分で生きる道を見つけていこうと思います。それにはまず呼吸器の仕組みを理解していくことから始めたいと思います、という文章に少し、トーンが変わっています。次のスライド。まあその後ですね、私の診療方針に沿って、まさにチーム医療としてメンタルサポートを提供しながら退院準備を進めていったわけです。まあそれで5月の下旬、要するに最初に退院の話が出てから3ヶ月半ほど経ってますが、私からですね、まあ最低限、人工呼吸器をつけて生きていこうという時の義務教育は卒業したぐらいになったねって、地域に帰ってもこの病院で学んだことを生かして自宅療養することはそろそろ可能だねっていう話をして、
それから、宮城病院は6月14日に退院したということです。その後、田植えと稲刈りの時期に3週間ほど、短期入院を年に2回ほど繰り返しながら、在宅療養を行うことができるようになった患者さんであります。その患者さんがですね、実は今回、被災した時に、今回、宮城県の我々の病院もですね、目の前まで、津波が、押し寄せてきました。その時にたまたま実は肺炎が起こってですね、入院をされてそろそろ退院しようかというふうな時だったわけです。この患者さんが入院されてたわけです。それで次のスライド、ちょっと被災の話をしますが、これが最寄りの駅です。病院から非常に田舎にあるんですが、跡形なくこの反対側のホームに行くこの階段だけ残っているということです。次のスライド、まあちょっと残ってると周囲の残ってるところもですね、こうやって車が突っ込んでいるという感じです。次のスライド、まあ本当に瓦礫の山、周囲はまさに瓦礫の山だったわけです。はい、こういう状態です。そしてこれはですね、実は病院から1キロほどにゴミ焼却場があったんですが、非常に立派なゴミ焼却場だったんですが、ここの1階もですね、もう完全に使い物になりません。ガチャガチャです。次のスライド。まあその震災時の病院ですが、要するにライフラインは5日間、まあ自家発電だけはあって、人工呼吸器等の最低限のことは何とか動かすことができました。まあガスはですね、プロパンだったんで一部使用ができたんですが、まあ通信がですね、完全に孤立しまして、4日間外との連絡が取れ、食料も備蓄があったんですけれどもですね、近隣の避難民のために120人ほど、近隣の避難民のためにリハートを開放したりして、やったものですが、あっという間に食料がということで、まあ、たまたま農業をやっている職員も多かったので、お米などを持ち込んでもらって、約1ヶ月半病院から炊き出しをしたということで、なんとかしのいだっていうような状況だったわけです。次のスライド。まあそれでですね、この時点では60床の病棟で54人の患者さんが入院してまして、人工呼吸器をつけられた患者さんは11名、鼻マスクの人工呼吸器 ALS 患者は28名いたんです。そして、その鼻マスクの人工呼吸補助を使ってたのは4名だったわけです。気管切開患者も14名ということで、そのうち11名が人工呼吸器装着した。なんとか、まあ、我々としましては、基本、まあ、看護師も被災者です。働きに来ている看護師も被災者だったりしたものですから、それから一番精神的にダメージが大きかったのは、 原発からですね、54キロだったんです。それこそ次に退去に、なる町ではないだろうかっていうことで、非常に職員も含めて浮き足だったっていうことがありました。それで、あくまでもですね、患者さん、人工呼吸器などつけてらっしゃる患者さんにの安全を期すっていうこと、それから職員の安全も守らなくてはならないので、その医療処置がそれこそ多い患者さんに関しては、本当に県外、震災とは全く関係のない地域に移っていただいた方がいいんではないかということを私が決断しまして、ヘリでの広域搬送についての相談を震災4日目からしております。そして最終的にですね、3月18日に DMAT っていうのは、県からの応援要請で来てくれた、医師看護師の援助によって、実は東大に1名、医科歯科大学に1名、東京に2名の患者さんを実はお願いしました。DMAT の援助でお願いしました。そして我々の ALS ケアセンターのスタッフでですね、実はその翌日、国立病院機構の新潟病院に
2名の患者さんを2往復するっていうことをやってます。そして状況はですね、刻一刻と変化する、まあ、まさにどのヘリを使って誰が乗っていくかっていうようなそのなやり取りを内閣府と直接私がやりまして、その搬送調整は即断即決を要します。まあ、患者もですね、自分の判断で移動を決意してもらいました。そして家族には後から了解を取ったっていうことです。それからそういうような搬送が終わってから少し状況が落ち着いてからですね、3月24、25、26にさらに陸路で山形の徳洲会病院に1名ずつ今度は救急車で3人の患者さんをお願いしました。ということで、9名の患者さんを、退院に、他県にお願いしたということであります。次のスライド、これが、自衛隊の広報部から提供を受けたんですが、このヘリに乗せていって新潟の高田駐屯地っていうところで降りて、今救急車で搬送する病院への救急車、今度陸路に乗せるために、運んでいる最中であります。次のスライド、それで先ほど、幼稚園生だって言われた患者さんがですね、実は新潟病院に、お願いした患者さんの中の一人だったんですが、その患者さんはですね、いろいろとその地域のケアマネージャーとかご家族とメールのやり取りをして自分の体調も整えながら、退院日を自分で決めたわけです。そしてどうやって迎えに来てもらって、家の方で迎えに来てもらって、どういう体制で、やっていこうかということを自分とケアマネージャー家族ともよく相談してメールのやり取りをして決めたんですが、実は、新潟病院の先生方看護師さんというのが、ちょっと遅かったんですね。そして我々が聞いたのもちょっと、遅かったんですが、それよりももっと後だったんですが、要するに、本人が、自分が帰るって言い出したんだけどもということで、周りの人がですね、援助してあげるのが当たり前だっていうふうに思っている病院だと、その本人が体制を整えていくっていうことがちょっと発想ができないみたいで、本人は帰るって言ってるんだけど何も準備してないんだけど帰れるわけがないではないですかっていうことで、実は新潟病院の方から我々のところに連絡が来ました。そして要するに本人を何とか説得して辞めさせてくださいっていうことの、そういう連絡なんですね。それで、まあ、そのやり取りをソーシャルワーカーとやってます。次のスライド、そして、我々はですねソーシャルワーカーつばいていますが、今回の退院はですね、新潟から自宅までいつも我々の病院から帰るのとちょっと距離が長いので少し、慎重にした方がいいですよっていうことをアドバイスをしたということであります。それで、少し延期も、してもこれからどうやってやっていくか一緒に考えますよっていうことのメッセージを私どもから出したんですが、次のスライド、まあ家の方は、まあ、十分、準備してあると、だから私どもが心配に、するに及ばないんだっていうことを本人から連絡が来たということで、まあ、本人のそのメッセージを見て実はじゃあ退院させて、本人の言う通り退院させてくださいっていうことを私どもから実は新潟病院にソーシャルワーカーを通じて、連絡をしました。次のスライド、そうするとですね、病院の方としてはその退院させれないっていうような退院許可を出せないっていうようなそういうディスカッションをしてたみたいなんですね、新潟病院と。そして新潟病院から実は、国立病院機構本部、そして宮城病院の、院長も
含めてですね、来る時だけ、まあ、ちょっと援助して、その後、帰る時は、放ってあるっていうようなことでクレームが入ったみたいなんですが、まあ、自分の気持ちを、や考えをきちっと、持って、本人に対処をどうぞして、結構ですよっていうメッセージを出しています。次のスライド。まあそれでですね、最終的には、本人が行った日に退院が許可されました。そのやり取りを、いろんなやり取りがあって、そして、新潟病院が救急車を出して、看護師さんと ME の方が、ついて、家まで送ってくれたっていうことがありました。それでまあ、本人が帰宅後、またソーシャルワーカーにお礼のメッセージが、来ているわけであります。私はですね、ここでいろんな、一人の患者さんが、だから数年前はその私のスタッフっていうふうに言ってた患者さんが、本当に地域社会の中でケアマネージャー、その他訪韓の人々、それからあと、協力を受けながら地域社会の中で本当に一人でですね、生き抜いて生きてる姿っていうのを、ここから皆さん垣間見ることができるんではないかというふうに思います。まさに患者さん自らがですね、自らの生活を切り開いていっている、オートノミーが育まれているっていうことを感じられる人もいらっしゃるんではないかなっていうふうに、思います。いかがでしょうか。次のスライド。そして私はですね、やはり自立を育む訓練っていうことをしなくてはならない。そのためにはまず一番最初のビデオをお示したような、奥さんしかできないような、そういうことではない、介護者を限定しないようにする働きかけが重要です。一部の人にしか伝わらないようなコミュニケーションの方法ではなく、意思伝達装置を使って誰にでも自分の意思を伝えられるように訓練する。それからケア時間をやはり短縮するということが必要です。介護者の負担をそして軽減する必要があります。医師伝達装置で、我々の病院に入院しているときには文字盤というのは一切、患者さんと、ナースとの間では文字盤を使いません。必ず医師伝達装置で自分の望むことを表示をしてからナースコールを押してもらう。表示する前にナースコールを押してですね、文字盤で、こういうことしてほしい、ああいうことしてほしいっていうような、そういうようなことは一切やりません。あくまでもきちっと、やってほしいことはまずコンピューター上に打ってしまってから、何をしてほしいのか、きちっと他の人も分かるようにしてからナースコールを押すということになります。特に緊急事態ではない限りということです。それから社会の一員として主体的に生きるということ、まさにかかりつけ医や支援者に対し、患者自ら挨拶や依頼、感謝のメッセージを発信できるようです。特にかかりつけ